皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今回は第8回静岡県東部地区私立学校相談会のお知らせをします。この相談会では静岡県東部の私立学校11校全部が参加して、それぞれの学校のブースで皆さんが知りたいこと、例えば入試のこと、学校での生活のこと、学校の勉強のこと、そういうことに答えてくれる、そういう内容になっています。会場は2カ所あります。富士会場と沼津会場です。富士会場は、令和6年10月20日の日曜日に開催されます。時間は9時30分から15時まで。場所は富士山メッセです。沼津会場、こちらは令和6年10月27日の日曜日、時間は同じく9時30分から15時までになっています。場所は、沼津駅北無人のキラメッセ沼津、こちらで行います。参加11校、ちょっと名前を読み上げてみます。成蹊高校、それから御殿場西高校、智徳高校、加藤学園高校、加藤学園行修中学高等学校、そして東洋高校、日本大学三島中学高等学校、沼津中央高校、飛龍高校、清陵中学高等学校、そして静岡県富士見高校、この11校です。皆さん、興味のある方ぜひ参加してみてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。